はい、どうも皆さん、こんにちは。先日、ケイスケさんだって優しいですねって言われたので、バファーリンの半分は優しさでできてるけど、俺は 100% 優しさでできてるぜって返したら、バファリンの半分は優しさでできてるって何ですかって言われました。バファリンの昔の CM が、そう知らない人が出てきていることに、ジェネレーションギャップを感じました。クラクラチャンネルのー、ケースケジキクのー、ケースケです。ブーということで、バファリンの半分は優しさでできてますっていうね、CM、昔流れてたんですよ。なんですけどもね、最近の子はその CM さえも知らないんですね。皆さん知ってますよね？知らないよって方いましたね。ぜひともコメントで教えてください。で、今日はね、そんな私、ケイスケ、何をお送りするかと言いますと、前シーズンですね、グローバルランキング1位になったアースさんですね。アースさん、はい、見て、6,556 と、2位の人とトロフィー300も差をつけて、1位でフィニッシュしたんですよ。このアースさんですね、日本人の方がね、世界1位になりまして。で、先日ね、攻撃のリプレイ、載せたじゃないですか。で、やっぱり攻めだけじゃなくて、防衛ですね、配置も硬いんですよ。で、そのね、アーサーの配置ですね。なんとありがたいことに、アーサー優しいですね。アーサーもね、半分ね、優しさでできてるんじゃないかっていうぐらいね、配置をね、いただきました。その配置が、こちら。はい。アースさん配置。こちらの配置でね、もう トロフィー、高い、もうグローバルランキング上位の世界だと、前回取られまくるんだけど、この配置にした途端ね、20何連続ぐらいね、前回取られなかったっていう配置なんですよ。で、まあね、終盤以降はね、結構ね、フレチャレとかで、もう当たる人がね、もう確定っていうかね、もう、決められてきてしまうので、グローバルランキング上位だと。フレチャーで練習されてね、前回ね、ある程度は取られてしまったんですけれども、この配置でね、めちゃくちゃ防衛できたらしいんですよ。で、この配置のポイントとしては、最近の配置の傾向としては、まあ、タウンホールを外出しにして、で、防衛援軍ね。ヒーローだけで落とそうとしてもテスラとかがいっぱい出てきたり、スキルトントラップが出てきたり、あとは防衛援軍で足止めして、なかなかね、タウンホールを落とせなかったりっていう感じにしておいて、で、インフィオタワー3つはね、結構中心部分にこう3つともね、こう偏らせていって、で、その逆サイドにイーグル砲があるっていう配置がね、めちゃくちゃ強いんですよっていうのをね、教えてもらいました。なので今回はですね、こちらのアーサーの配置、グローバルランキング1位、世界1位の配置で防衛してみましたんで、早速なんですけども、そちらの防衛リプレイ見ていきます。はい。ではね、早速見ていきましょう。やっぱりね、トロね、5000ちょっとぐらいだとね、ライトニングドラゴン系の編成がね、すごく多いですね。でね、本当に、結構星1防衛とか、あとはね、星2取られてもそこまでパーセンテージ稼がれないみたいな、そんな感じで防衛できて、本当にめちゃくちゃ、硬かったんで、ちょっと見ていきましょう。もうゴリ押しでさ、結構ライトニングドラゴンラッシュ、こう面でバーッと出せば、星1確約の、高パーセンテージとかも結構取られたかったりとかしてたんですけれども、もうね、ほんとね、これね、星2のギリギリ 50% 取られちゃって、星に取られちゃったんですが、まあね、ライトニングドラゴンもね、全然伸びないんですよね。不思議と。で、あー、来ましたね。はい。トラップとか設置してあるんで、アチャクイとかね、もう早めにクローズをね、使わされてしまって、で、はい。アチャクイ1体ではね、やっぱり、簡単に、ギガテスラを落とせないっていう、そんな感じになってるんですよ。で、バルーンガン、ロックボマーで、まあ、ギガテスラを起動させていくっていう、そういう流れになってきますが、まあね、本当にね、伸びない。で、エアスに押されていって、で、フリーズでね、エアスで固めない限りはね、これ、どんどん吹かれちゃって、ライトニングドラゴンが、なかなか進行しないっていう、そんな感じになっていきますね。草を押さえるっていうのね、めちゃくちゃ押さえていって、で、不思議とね、チェーンもそこまで入ってないですよね。なんでだろう。結構ライトニングドラゴンこれだけの数がいて、霊獣かけられてしまったチェーンで結構密集してるんで、落とされるかなって思ってたんですがね、なかなか、はい、進行しなくて、どんどんライトニングドラゴン、めちゃくちゃ落ちてくるぞ。で、この段階でまだ星1の 40% 台なんですよ。こんだけ使っといて。全部ユニットも出して、呪文も出して、全然伸びないっていう。不思議とこっからね、ライトニングドラゴンの進行ね、抑えれちゃって、で、あとはもうライトニングドラゴンを落としていくだけの簡単な作業で、防衛できちゃったね。はい、もうチェーンも一応入ってるんだけど、不思議と伸びなくて、で、49% で、ギリギリ星1できるかなって思ったら、運が良かったですね。ライトニング入っちゃって、ギリギリ大砲壊されてしまって、星2の 50% 取られてしまいました。ただ、ね、ライトニングドラゴンの進行これだけ抑えれたっていうのめちゃくちゃ大きいですよね。はい、次もね、ライトニングドラゴン編成でね、今回ね、運が良かったですね。両ヒーローいなかったっていう感じなんだけど。でも、ライトニングドラゴンだけでも結構パーセンテージとか稼がれちゃいますよね。密集してる配置だし。意外にね、これ伸びないですよね。なんでこんな、ね、伸びないのかね。ちょっと自分よくわかってない。まあ、エアスイ、ギガテスラ砲
区画から行くと、あの、エアスに押さえてしまって、なかなか進行できないっていうのもあるんでしょうね。で、はい、バルーンとか小出しに出していってのは、さっきと同じ人が攻めてるんじゃないかっていうような、そんな感じ。あれ、デジャブかなみたいな。あれさっき見たよねって。違うリプレイ流してるかね、これちゃんと。ちゃんと違うリプレイを流してって、押さえてるんですよ。で、はい、ね、霊場かけて行くんだけど、エアスに押されると。で、あっという間にマルチインフレで、バルーンたちが、落とされてしまっての、で、ここからさ、偏っていきます。偏らせていっての、で、こっちのライトニングドラゴンは落ちての、で、さ、さっきと同じように、エア水に抑えて偏らされてしまっての、で、ここからどんどんホーミングとかに引っかかっての、今回は星1の、しかも低パーセンテージ 40% 台まで抑えちゃってね、もう、アースさんよくぞこの配置を作ってくれたと言わんばかり。ただね、あの、アースさん曰く、この配置パクられまくって、あの、結構もうちょいトロ上がるとこの配置ばっかりになってますねっていう話を聞きました。じゃあね、続いてまたライトニングドラゴン編成なんだけど、逆サイドから行かれてしまったパターンをね、ちょっと見ていきましょう。ね、これはですね、こっち方向、ギガテスラの逆側、こっちから行くと、まあ、進行が遅れてしまったっていうのが分かりましたね。じゃあ逆サイドから行けば、意外と進行するのかって言ったらね、意外とね、全然ね、進行押されてたんですよ。で、ここがね、ライトニングドラゴンで、まあ、サイドカットしていきますよね。で、今回はね、さっきの方とは違って、しっかりと、両ヒーローとも、ヒーロー全員います。でさあ、来ました。主力部隊を展開していきながらの、トラップ確認、バルーンですね、を出していくと。で、もう早めにエターナルトム。まあそうですね、イーグルホーンの着弾とかと合わせてやったのかな。わかんないんですが、霊場確定っていうのは1本目の対抗を追っていくと。で、逆から行くとね、パーセンテージはね、一応伸びるんだけど、ギガテスラまでなかなか伸びないですよね。どんどん落とされてしまって。はい、チェーンとかもね、いい感じ入ってるかなと思ったら、そこまで入ってなくて。で、さあ、こっから、しっかりとチェーンライティングしっかりと入っていくんだけど、ギガテスラがここで起動してしまう。アチャクを処理しようとフリーズで固めていくものの、全然どんどんギガテスラとかマルチインフェがね、地味にチクチクとダメージを与えていって、でこれも落とされていく。もうライトニングドラゴンの体力の消耗がめちゃくちゃ激しくて、でもアチャクイ短期ではこっち方向進軍できない。ババキンね、体力の高いババキンもいて進軍できない。で、後ろからババキン出してたんだけれども、結局タウンホールの逆サイドなので、ここからタウンホールまで向かって行かずで星1防衛できてしまうんですよね。いや、ほんと、あ、2連続星1防衛してるのか。ね、ほんと、世界1位の男が作った配置、めちゃくちゃ硬えなって思いますよね。はい、じゃあね、星2取られてしまったパターン見ていきますか。ね、編成はね、ペッカボーランの裏コウモリ編成。だいたいライトニングドラゴン編成かね、こちらの編成がね、結構多いっすね。で、今回はね、どっから攻めてきたっけ？ここら辺あたりから攻めてきたかな？ちょっと見ていきましょう。でも、やっぱりマルチインフェ、3本ともマルチインフェにしてるんで、一応ね、コウモリ対策にはなってるんで、なかなかね、コウモリ、はね、あんまりトロ上げには向いてないかなっていう感想ではありますね。ほんとね、トロ上がってくると、あの、3本ともマルチインフェとかの価格が増えてくるんで、なのでね、あんまり裏コウモリ系は、レジェンド隊、あんまり自分はね、おすすめしないかなっていう感じ。結構やっぱりね、ラバル系とか、日本人はね、結構ラバル系とか、あとはね、ホグ系の編成でね、トロ上げしてるっていう人、結構いますね。で、今回は、はい、ペッカボーラーからのヒーラーをつけていって、で、アチャクイヤボーラー少し潰れましたね。それでいっての、で、これ中に入っていくとね、やっぱりマルチインフェとかが横落ちしていくんで、結構進軍と埋まります。で、防衛援軍は自分はね、ラバーベビー入れてますね。アーサー何入れてるって言ったかな？ラバーチャーだったかな？ラバー1体のアーチャー10体入れてるみたいな、そんなことをね、言っておりまして。で、さあ、ラバーハンド弾けていって、もうマルチインフェからの横落ちとかが激しいんで、すごい激しいんで、ボーラーとかもね、結構溶かしていってからの、で、一応ギガテスラーまでには届いてしまったので、まあ、タウンホールは落とされるんだけど、でも、ここから、あ、コウモリですね。コウモリとかも、やっぱマルチインフェ、ウィズトウもあるのでね、そこまで防衛せず、呪文5、6枠使ってこれだけの仕事量ってそこまで、あの、追いしかないんで、結構アド的にはね、取れてますね。で、アチャクで最後こっち方向も落としていって、で、意外にもちょっとね、ペカヒーの形にされてしまうと、パーセンテージが結構稼がれてしまうんですが、さあどうだ、ここからペッカが落ちていってからの、パーセンテージ 60% 台まで乗っていると。でもまあタウンホール12の、初見攻めで、星2の 70% 以下ぐらいに抑えれるってね、だいぶ大きいんで、なので、本当にパーセンテージとかも結構抑えられるんで、なかなかやっぱりおすすめな
配置かなって思います。確かにこれがね、今のところ取られている最高のパーセンテージです。星2の 69% あたりなので、すごいトロフィー取られたわけではないので、なかなか美味しい効果になったかなっていう感じ。で、最後、イーグル砲が着弾していって、どう？ここからウォーデン落ちる。落ちますね。落ちてっての。で、最後、アーチャーがギリギリ、69% まで稼ぐかな。どう？あ、そう、イーグル砲が、ヒーラーの方にターゲット取っちゃったからか、こっちのね、ラボ壊されちゃって、で、星2の 69%、69まで行ってしまっての終了ですね。はーい、なのでね、じゃあ続いてのリプレイ見ていきます。はい。お次は食い品のライトニングドラゴン編成ですね。これもね、星2の、69% で抑えられてます。で、攻め方としては結構、ね、食い品パートにレジ使ってったんで、ライトニングドラゴンに、そんなレジ使わなかったんで、なのでね、結構ね、あ、これ、多分援軍で、あれだな、呪文もらってなくね、11枠でやってるよね。多分援軍で、呪文ももらい忘れちゃったパターンかもしれないです。はい。まずはね、クイヒーパートスタンスさせていって、でね、スケルトンは両方とも陸ですね。ヒーロー短期でやっぱり落とそうにも、あとはね、ウォールバスターの中身、ペッカーアイスゴーデムとか入ってる可能性結構あるんですが、スケルトントラップやっぱりね、陸を置いとくと、やっぱりスケルトントラップに、ずっとね、ペッカーが捕まってしまって、なかなかタウンホールを落としてくれないっていうパターンが多いので、結構ね、陸スケルトン2つぐらい置いておくっていうのはおすすめかな。で、来ました。ギガテスラを落としていってからの。で、まあ、しっかりとね、星位置付けしていきます。で、結構火力の高いところで、防衛援軍処理になるんですよ。クイヒーやる場合。なので、これもね、やっぱり レイジね、はい、使わせることができるので、すごいアド取ってて、で、クロークも今使わせましたよね。これはめちゃくちゃ美味しいな。この段階で、だって、レイジ全部使っちゃいましたからね。レイジ全部使わせるってめちゃくちゃ大きいです。で、からのライトニングドラゴンをね、出していくんだけど、もう呪文全部捕まってしまったので、主力のライトニングドラゴン部隊に使っている、呪文がないので、全然ね、伸びないですね。一応ね、それなりの数のライトニングドラゴンが、チェーンでね、入っていけば結構ね、施設壊してくれるんだけど、でもやっぱり進行がすごい遅いし、あとね、移動速度もね、やっぱりライトニングドラゴン遅いので、なかなか、壊してってくれないっていうのが大事ですよね。やっぱり移動速度が上がるっていうのも大きいですからね。でさ、エア水に吹かれてって、上方向のライトニングドラゴンはどんどん、外の方に、横の方に膨らんでいってしまって、なかなか施設、削っていけないと。で、ここでライトニングドラゴンが次々と落とされていって、まあ、外周回ったバーバリアンキングが、それなりにパーセンテージ稼いでくれたっていう感じになりましたんで、いや、なので、やっぱりギガテスラ側から行くとね、呪文たくさん使わせられるっていうのは大きいですよね。で、さあ、こっちのババキンなぜか壁殴っていたんだけども、結局壁を開けられずに落ちてしまって、で、このライトニングドラゴンもイーグル砲に捕まってしまっての、星、2の 69% で終了といった感じですね。いや、本当にね、前回本当全然取られない。全然取られないんで、本当防衛もおすすめだなっていう感じがしますね。ただこれね、この配置ね、さっきも言った通り流行ってるんで、トラが上がってくると、この配置ばっかりになってきて、で、攻略法も捨てるっていう人も、結構出てくると思うんで、まあ、序盤あたりにね、この配置にしておくといいのかなとは思います。はい。じゃあね、続いてはね、これね、ネクロボーラー編成の、ジャイネクロボーラー編成か。できて、確か星1あたりで防衛したっていう感じかな。ライトニングドラゴンでしっかりと、サイトカットを取りつつの、ジャイをこう面でビャーって出してっていうのは、ネクロマンサーですね。で、ウォールバスターを出していって、ここは逆サイドから出していくと。で、さっきも言ったように、ライトニングドラゴンパターン、さっき逆サイドから攻めてくるパターン見ましたが、今回ね、陸パターンで見ていきます。自分結構アロー型の配置紹介してるじゃないですか。アロー型のね、配置ね、意外にも、結構ね、結構流行ってるっぽくて、自分ね、この間も当たったんですよね。自分が作ったアロー型配置に、自分の配置に当たっちゃって。で、アロー型配置に逆から行かれると結構、星2の高パーセンテージ取られてたんですが、このね、配置はね、ギガテスラの逆サイドから行くと、全然ね、パーセンテージ伸びないんだなっていうね、すごいね、ほんとよく作られた配置だなって思います。まあ、世界一の男が作った配置なんでね、硬いのは、すごい硬いのは当たり前なんですけれども、だって、ここもね、ウォールバスターももうすぐに弾けてしまっての、で、ジャンプを打つんですけども、なかなかギガテスラ区画に届いていかない。トラップもいい感じにまんべんなく、こっちの逆サイドにも、配置しているのが、やっぱり刺さってるんでしょうね。で、はい、ネクロボーラーたちはもういなくなってしまっての、あとは、アチャクイとゴーデンだけとなってしまっての終了ですね。
さあ、クローク使って、さあ、ギガテスラまで、あと一息、あと一息のところなんだけども、こっからさ、火力もまだまだ高くなってしまっての、はい、星一防衛。やばい、70% 以上取られてませんからね。では、最後のリプレイ見ていきましょう。今回初のドラゴン編成か。で、来ましたね。ドラゴン編成どうなんでしょうかね。あんまりレジェンド隊では、そんな見てないかなっていう気はします。で、今回どっから攻めたっけ？で、しかもこれね、はい、もう残り時間1分何秒とかで、リップ終了しているので、もうどれだけね、本当に、強いのかっていう、あっという間にね、敵のユニットを溶かしていったかがわかると思います。さあ、こっからヘイストドラゴンはちょっと珍しい。ヘイストドラゴンは、ちょっと珍しいんだけど、で、ドラゴン、ライトニングドラゴン、ディアーって出していけば、簡単に、星1を取る、星2とかもう取れそうだなっていう印象を受けるんだけど、こっからになかなかやっぱりユニットたちが全然進行できてないんですよ。この段階で、はい、ユニットとかも呪文とかも全部使った段階で、まだ 30%、40% にも乗ってません。で、ここでいい感じに、ラバハンドが出てきてパピーになってくれたんで、ドラゴンやライトニングドラゴンの足止めを図ってくれております。で、こっからさ、イーグル砲とかもガンガン着弾していって、で、ここのアチャクイも消耗できて、で、中に行ったユニットたちも、あっという間にいなくなっていって、意外と結構エアスイに対してフリーズとか落とさないんですね。で、まあ、星には取られてしまったんだけど、でもまだ 50% 台、60% 台にもね、これね、乗らないですね。で、対空砲もまだ残ってるんで、横に流れていったドラゴンたちが永遠と無限に対空砲から被弾していっての終了です。こっちのライトニングドラゴンとかもういないと同じですかね。ずっとエアスに吹かれて消耗してるだけなんで。で、最後、ドラゴンを倒していっての終了で、はい、星2の 56% で、抑えられました。はい、ということで今回はですね、前シーズン世界1位の日本人の配置で防衛してみたっていう動画お送りしていきました。いや、非常にね、やっぱり計算されてるようなそんなね配置になっておりますんでね、とりあえず、概要欄にね、リンクですね、配置のリンク貼っておきますんでね、配置でお悩みの方ね、ぜひとも使ってみてはいかがでしょうか。で、これからもね、毎日クラクラ動画投稿していきますので、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画面白かったためになったらって、またグッドボタンやコメント。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。